は高校生応援企画、うん、青春の向こう側です。コーナーを通じて高校生たちの熱いパフォーマンスや思いを学校紹介とともにお伝えしていきます。それでは早速ご覧ください。皆さんはビブリオバトルをご存知でしょうか。ビブリオバトルは2007年に考案された手軽に楽しめる書評ゲームです。必要なものは大好きな本と時間を計る時計だけ。ルールもたった4つだけです。参加者は読んで面白いと思った本を持って集まります。1人5分間で順番に本を紹介します。それぞれの発表の後、参加者全員で2分から3分の質疑応答、ディスカッションを行います。すべての発表が終了した後、全員で一番読みたくなった本、チャンプ本を決めます。本好きの方には興味が湧くバトルではないでしょうか。実はこのビブリオバトルは高校生の間でも盛んになってきています。全国高校ビブリオバトルは日本中の高校から選ばれた生徒が集い、本の甲子園とも呼ばれています。去年埼玉県大会を勝ち抜いて全国大会に出場した深谷第一高校では、すでに校内予選の準備が始まっていました。去年全国大会へと進んだ蛭田さんによるデモンストレーションを見る1年生。ありますか。この物語もそんな何かから逃げてきた少年少女の物語です。時は2017年、主人公の高校1年生月ヶ瀬和樹は知り合いのいない環境を求め、横浜から離島の徳島高校に進学します。深谷第一高校では毎年1年生全員が全国高校ビブリオバトルに挑戦しています。去年の埼玉県代表でもある蛭田さんの思いは、これが県大会優勝した実力だっていうことを思ってました。プレゼン能力はかなりつけられると思います。優勝しよう優勝しようってことだけじゃなくて、ただその本の魅力を伝えられるようになってほしいと思ってます。自分の知らない本を知れるっていうことだと思います。実際行ってみて、本当自分の知らない本がたくさんあって、でしかもそのあらすじを簡潔に紹介してくれたり、魅力も一緒に知れたりとか、それが一番魅力だと思います。蛭田さんのデモンストレーションは、今年ビブリオバトルに挑む1年生にはどう映ったのでしょうか。本の内容を説明するだけなのに、ここまで人を引き込めるのかと衝撃を受けました。その人が持つ特有の空気が伝わるものだと思うのですが、蛭田さんのそのまっすぐな爽やかな空気が全体に広がった気がします。それぞれが自分の好きなものを紹介できるというところだと思います。やはり好きなものはそれぞれの個性が出るので、そこで人と同じじゃなくていいっていうところ、自分の好きなものを相手に好きになってもらえるという、普段だと少し難しいけれど、それをみんなで一緒にできるという一体感もあるところが魅力だと思います。私中学校の時に一度ビブリオバトルをみんなでやったことがあって、経験はあるにしろその先輩の要約の力がやっぱりすごいなと思って、で自分の好きなことを語るとなると、なんか余計なことまで話しちゃいそうで、それがちょっと不安ではあります。一番伝えたいことを相手に伝える力がすごいなんか備わりそうだなと思いました。あの演劇でも発声練習があるので、それはすごい役に立つかなって思ったのが一つと、やっぱり身振り手振りとか表情とかそういうので、なんか自分の伝えたいものを最大限相手に伝える努力ができるかなと思います。9月に学年行事として行われる校内予選は、クラス内でビブリオバトルを行い1名が選ばれます。1年生7クラスから選抜された7人のうちの1人が、秋から始まる埼玉県予選に出場します。7年重ねてきて、やはり代々後輩たちが
先輩の姿を見て、で先輩がどんな発表をするのかっていうのを見て自分たちの発表を作っていくので、やはり年々活気も出てきていますし、ビブリオバトルの交流の成果の一つなのかなというふうには思いました。バトルというふうにはついてるんですが、結構全国から生徒集まりますので、同じ関東の学校から来た子たちと友達になったりだとか、ひるたくんの発表を見てこれ絶対読んでみますとか、であとひるたくんもこれ読んでみたいと思いましたっていうふうに、そういう本を通した高校生同士の交流っていうものが大阪での大会で見れて、そこが非常に良かったなというふうに思っています。深谷第一高校では7回目を迎える全国高校ビブリオバトルへの挑戦、本の甲子園への熱い思いは静かに受け継がれていきます。今年で10回目を迎える全国高校ビブリオバトルは各地で予選大会が始まっています。埼玉県でももうじき日程が発表されるということです。マチコミは頑張る高校生を全力で応援していきます。ここまでは高校生応援企画青春の向こう側でした。